どうも、今回は大人の名作列伝2回目ということで、大人気ブランドコモリを代表するロングセラーモデル、コモリシャツを紹介していきたいと思います。はい、ということでこのコモリシャツなんですけども、すでにね知ってる方も多くいらっしゃるかと思うんですけども、日本の大人気ブランドコモリからですね、ずっと継続してリリースされ続けているシャツとなります。これからのシーズンシャツが活躍しますし、私服で使えるちょっといいシャツなんかないかなと探してる方はぜひ最後までチェックしてみてください。僕自身もですね長く愛用しているシャツなんですが、まさに大人の名作と呼ぶにふさわしいシャツとなっておりますので、もうこれはこのシリーズで扱わないわけにはいかないなということで動画を作った次第でございます。はい、ということでこのコモリシャツはですね、様々な素材やカラーでリリースされています。まずはカラーなんですが、こちらのホワイトやネイビーは定番でリリースされていて、シーズンによってサックスなどが昔はリリースされていました。特にこのホワイトは定番として毎回リリースされています。あと素材ですが、今着てるのはコットン素材なんですが、レザーを使用したコモリシャツもあります。はい、では実際に着てみて着用した時のイメージを紹介していきたいと思います。ご覧ください。はい、こちらは173センチでサイズ2を着用しています。シルエットは全体的に程よくゆったりとしたボックスシルエットになっています。ディティールの特徴としては襟がやや小ぶりに作られています。ボタンを閉めるとこんな感じになります。そして左胸にはポケットが1つついています。横から見た時の裾の形なんですが、個人的にすごく好きなディティールで、裾の形がすごく綺麗にデザインされています。正面だけじゃなくて横から見てもかっこいいデザインになってます。続いては背中側のディティールなんですが、背中上の部分の中央にはタックが入っています。この真ん中の部分ですね、ここにボックスプリーツが入っています。続いては袖先のディティールをチェックしていきたいと思います。袖にはボタンが2つついております。全部閉めるとこんな感じになります。結構しっかり手首にフィットするように作られています。一見すると普通のシャツのようにも見えるんですけど、横から見た時の裾の感じだったり、背中に入っているボックスプリーツだったり、少し小ぶりの襟だったり、程よくゆったりしたシルエットだったり、着ていくうちにどんどん良さが分かってくる、そんなシャツになっております。このシャツの良さはまだまだたくさんありまして、シンプルなデザインの白いシャツなので、いろんな洋服にハマってくれます。例えばデニムと合わせることもよくあります。デニムは持ってる方も多いと思いますので、実際にコモリシャツを購入した時にデニムに合わせたシャツの雰囲気をイメージしていただけたらと思います。白シャツにデニムは定番の組み合わせですよね。ちなみにこの着用しているデニムはシオタのスビンコットンデニムなんですが、こちら以前に動画を作っておりますので、詳細が気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、ということでこのコモリシャツ、デニムと合わせてもハマってくれます。はい、では続いてボタンを閉めた時のシャツの見え方を紹介していきたいと思います。全部閉めて着用するとまた印象を変えて打ち出せるので、全部閉めるときちんとして見えますよね。襟が小ぶりなせいか、首周りの印象がすごくすっきりして見えるんですね。この襟のすっきりした感じはコモリシャツならではだと思います。シャツは1枚なんですけど、ボタンを開けたり閉めたりすることでいろんな着用の仕方ができます。逆にですね、このようにタックインしてボタンをむちゃくちゃ開けるという着方もできますので、その日の気分や用途に合わせて様々な着方をすることができます。コモリシャツの良さはまだまだありまして、このシャツすごく着心地がいいんですね。この着心地の良さはブランドの哲学にも関係してまして、コモリのブランドコンセプトは日本の気候、日本人の体に合うシンプルで上質な日常着となっています。日本は湿気が多いんですけど、そんな中でこのコモリシャツは着ていてすごく快適に感じます。このシャツは別名空気をまとうシャツと称されてるんですけど、生地と体の間に一つ余白があるような感じがします。なのであまりベタベタしないというか、快適さに一役買ってるなと思います。実際に着用しても空気をはらんでいるような感じがします。もちろん肌には当たってるんですけど、肌あたりがすごくいいんですよね。肩周りもすごく動かしやすいですし、この袖の部分もぴったりしてなくて、すごく肌あたりがいいですね。この肌あたりの感じってなかなか他のシャツではないなと思ってて、もう一つはこの生地感ですね。少し表面に凹凸感があるというか、あまり見たことないような独特な風合いをしています。この2つの謎を解く鍵は織り機にあります。コモリシャツは現代の織り機ではなくて旧式の織り機で織られているんですね。旧式の織り機で織るとですね、工業製品にはない味わいや深みが生地に出ます。もう一つ、
工業製品に比べて空気を含みやすく、生地がふわっとした軽やかな風合いになります。まとめると織り機が違うので、取り分け心地他のシャツと違うわなというわけでございます。はい、では続いて販売情報についてお伝えしていきます。まず小森シャツの販売時期なんですが、1年に2回、春夏と秋冬デリバリーがあるんですけど、どちらも立ち上げ初期の時期に入荷している印象があります。続いて購入場所ですが、南青山に直営店があります。公式サイトで通販もやっているんですが、小森シャツは取り扱いがないんですね。あとは全国のセレクトショップで取り扱いがあるんですが、小森のホームページのストックリストという部分にこちらの記載がありますので、皆さんのお住まいの近くの取り扱いショップを確認していただければと思います。今期の秋冬分はデリバリーから2ヶ月くらい経つんですが、ほとんどのショップで売り切れ状態となっております。大きいサイズは少し残ってたりもするので、気になった方はチェックしてみてください。このシャツは10年以上販売しているロングセラーモデルなんですが、未だに大人気で売れ続けてるというのはすごいですよね。それだけ支持されてる理由がわかるというか、リピーターも多いと思うんですよね。僕自身も違うサイズとか色違いで欲しいなと思います。私服のシャツとして本当に頼れる存在ですね。まとめるとですね、まずデザインがシンプルなので飽きずに長く着用することができます。そしていろんな洋服に合わせてもハマってくれます。さらっと1枚でも使うことができますし、インナーとしても使えるので非常に汎用性が高いです。あとは旧式の織り機により生まれる独特の風合いと、非常に肌当たりのいい空気をまとうような非常に快適な着心地をしております。これらがですね、小森シャツが非常に長く愛されている理由なんだなと思いました。はい、というわけで今回は大人の名作列伝第2弾、小森シャツでした。この比較はシリーズ化していこうと思ってますので、ぜひまたチェックしていただけたら嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。